クラブでも若い子とか言いたくないんだけど、うん、まあおそらく10歳ぐらい下でしょうみたいなこと、はい、結構歌うので、はいはいはい、おじさんにこれ何ですかそれみたいな、おじさんに教えてよみたいな。今学校で何流行ってるのとかって聞くようなこう親戚のおじさんの気分じゃないですか。もう終わりだよね、そしたら。そうですね。It was good boy S to the H O and you're now watching Hip Hop で学ぶ英語チャンネル。Yes, S 様ゆきバイバイ。はい、です。はい、奥田君。はい。僕たち結構ね、もうダーティーサーティー超えてもう2年は経とうとしてますけども、はい、2年3年もぐらい経とうとしてますけども、はい、やっぱね若者のねトレンドを知っておかないとまずいですよ、うんうん、ということで今日は超フレッシュそんな、はい、曲を、お送りしたいと思いますけれども、はい、今日はシンガロングでございます。クラブやパーティーで流れる、はい、ような曲を、まあ、解説して中身も知ってみんなで歌っちゃおうじゃないかということで、はい、はい、本日の1曲はですねこちらです。気持ちを若くして、はい、気持ちを若くして、はい、Mood 24K Golden と、これイアン・ディオールでいいのかな、はい、うん、2人ですね、超フレッシュな2人、はい、の曲で、これでもねめちゃくちゃ売れてまして、はい、ビルボード1位取ったり、はい、クラブでもなんか若い子が若い子とか言いたくないんだけど、うん、まあおそらく10歳ぐらい下でしょうみたいなこと、はい、結構歌うので、はいはいはい、おじさんにこれ何ですかそれみたいな、おじさんに教えてよみたいな。これ流行ってるのみたいな。今学校で何流行ってるのとかって聞くようなこう親戚のおじさんの気分じゃないですか。もう終わりだよね、そしたら。そうですね。でもまあ、本当はみんな知ってるし、うん、曲としてもすごくとっつきやすい、そうですね、キャッチな感じで、うん、いいんですけれど、中身どんなこと歌ってんだろうと。はい。ということでちょっと見てみました。これコーラス部分なんですけども、はい、Why you always in the mood ということで、なんでいつもそう不機嫌なのっていうことなんですけど、うん、これ in the mood って不機嫌になる、はい、不機嫌みたいな、はい、うん、I'm in the mood で不機嫌みたいなこと言ってますね、はい、それでさ、ちょっと質問っていうかさ、うん、なんだけどミームでさ、ムードってあるじゃない、うんうん、あれはどういう、俺あれまだ掴めてないんだよね。いや俺もあれあんまちょっとよく分かってなくて、うん、なんかこういう気分だみたいな感じでこうなんか言いたい時とかなんかそういう風に言ったりします。あ、今の気分、なんかその気分にこうなんか該当するようなやつをなんかこう画像で加えたりとかして、ね、画像とか映像とかつけて、うん、ムードみたいなのあるじゃん、うん、ただそれは分かるんだけど、なんとか is a mood みたいな感じでこう言ったりとかすることもあるんですよね。これはムードだみたいな感じで、それってなんかなんだろうみたいな感じで、あんまつかめてなくて、うん、ちょっとこの後宿題とさせてください。あ、すいません、調べてからよかった。続いていきます。なんでそういつも不機嫌なの？Fuck around acting brand new と。これ Fuck around でバカな真似をする、ふざけ回る。はい。で、acting brand new で突然こう回路こう回る、うん、まあ。特になんか高慢になったりすることを言うらしいですね。はいはいはい。うん、まあ、ね、まあ、急に不機嫌になって、うん、こう、まあ、これはもう男女の多分話だと思うんですけど、はいはい、男女というか恋人同士とか、うん、の話だと思うんですけども、その方で、まあ、バカな真似をしたりこう急に態度を変えて、はい、お互い止まったりというか、はい、難しいですね。まあそういう時ありますよね、はい、うん、そういうのありますよ、それは、うん、やっぱり人間ですもん、人間ですもん、はい、続いていきます。I am Trina
tell you what to do、別に指図しようってわけじゃないけど、tell you what to do、 こうどなんかこうしろみたいなことを言うつもりはないと、はい、うん、I'm not trying to ですね、これ I am trying to、 I am not、 そうですね、 I'm not trying to です、I am not trying to、 はい、かなり省略されてます。はい。I am trainer、 うん、そうだね。I am trainer、 そうです。で続いていくと、but try to play it cool、冷静でいるように努めよう。はい。うん。指し図しようってわけじゃないけど、冷静でいるよう努めよう、うん。うん。こういう言い方がダメなのかなとか思っちゃうけど。うん。余計こう魚でしちゃうみたいな。うん。しそう。続いて、Baby, I am playing by your rules.、はい、Baby, 僕は君の言いなりにはならないと。はい、play by your rules で、こう誰かの play by one's rule か、はい、誰かの言いなりになるとか、はい、いうことを言いますね。これもあったけど、すみません、続いて、Everything、look better with a view。これなんだけど、はい、これで大丈夫かなと思ってんだけど。いや、俺それはすごいいいと思いましたね。視界で、うん、でもそのビューをちゃんと持とうと、こうなんかこうしようみたいな感じなのかなっていう。うん、こうね、こうちょっとこうなってるのを広げ、with a view、 視界をまあ広げるってちょっと入れちゃいましたけど、うん、視界を持ってば、視界を持っと、はい、もっと全てがよく見えると、はい、いうことで、視界を広げれば全てがもっとよく見えるよっていう話。うん。うん、まあ落ち着けようみたいな感じで喧嘩してんのかな。まあそうですね。特に、和コードが。和コードが喧嘩してると。まあそういう、そうね、情熱的な喧嘩とかもありなのかもしれないですけどね。うん、ね、恋愛する上では大事なことなのかもしれないですけれども。まあこういう、コーラスになっています。うん、ゴールデン、アイアンディオール、ムードですけども、はい、ヘンリー・ポーゲー・ゴールデンっていうのがね、もう今急にもう上り調子の、そうですね、すごいです、急に行きましたね。うん、彼なんですけども、なんとゴールデン本名です。あ、そうなんだ、これ、うん、あの名前に入ってる、ちゃんと、うんうん、すごい、すごいですね、ゴールデン。2000年生まれですよ。はい、2000年のサンフランシスコ生まれで、ね、モデルの両親、子役として CM 出演、さらには南カリフォルニア大学入学でヘッジファンドマネージャーを目指すと持ってますよ。笑っちゃいますね。ゴールデンね。で、音楽活動が好調で、あの大学を辞めちゃうと。はい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 。おいおいって思うけど、そしたらバレンティーノっていう曲がね、大ヒットするんですよ。はいはいはい、まあ、まあ、バイラルヒットからやっぱりもうバーンっていって、うん、そんでもう2020年のフレッシュマンですからね。うん、で、このムードで全米ナンバーを取ると。はいはいはい、顔よし、頭よし、ね、センスある、天よ、何物与えんねんと。これしかもね、なんか俺さっきさ、こういう言い方するとなんか神経逆なでするかなみたいなこう話したじゃないですか。うんうんうん。まあね、24K ゴールデンだったらなんかそういうのないんだろうね、多分ね。そうだね。俺らが俺らが口出すようなことじゃなかったのか。そう思いながらちょっと聞いてました。うん、いやすごいですよ。うん、うん、俺だってもう相当なレベルのとこだよね。あのサビティとか言ってるとこですね、これ。うん。USC 相当エリートですよ。うん。相当エリートですよ。で、もうね、まあそのまあ TikTok のバズりがあったりもして、うん、全米生を撮るんですけど、うん、このイアンデヨルっていうのもその今もう結構人気のあるラッパーで、そうですね。うん、彼も、同い年か一個上かなんですね、トレディコンテゴールデンと、うん、なのでもうまあ同世代のはい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 ナンバーで、両親初めてのナンバーワンに大金を払って大物アーティストをフィーチャーするんじゃなく、友達同士のコラボでナンバーを取ったことが本当に嬉しい、美しい。いいね、なんかね。なんかね、
もうダメだ、おじさんたちはこうなんかすごく美しいキラキラしたものキラキラ、キラキラしてるねこれね、ほんとね、うん、なんかあのグッとくるようなグッときますね、なんか ね、はい、あのでもまあやっぱ素晴らしいことなので、あのこれからも活躍してほしいんですけれども、はい、なんかでも彼とか大丈夫そうな気もするけどね、あのやっぱり売れるとこうね、すぐトラブル起こるじゃないですか。はいはいはい、はい、ね、あのポップスモークの件もあるけど、うん、でもなんかこういう超エリートコースで、うん、やっぱギャングスターとかの絡みがあるのかどうかは知らないけれど、しっかりとした道を辿ってきてるってことで、結構安心してこう、はい、そのまま頑張ってくださいっていう感じ。そうです、うん、うまい具合にここはなんかやってくれそうな感じがします、ね、ちょっとキラキラし続けてほしいです。キラキラ、はい、ゴールデンキラキラ感も欲しいけど、はい、はい、ということで、はい、今日はね 24K ゴールデンフューチャリングエアディオールの、ムード紹介しました。ちょっと歌うとこね、これまあちょっと頭歌えるとやっぱカッコつけられるのかなと思うんですけど、はいはい、Why you always the move? Fuck run, act brand new って感じかな、はい、こうムーとニュー、はい、そうですね、組む感じで Why you always in the mood? Fucking run, acting brand new、 はい、 Why you always in the mood? Fucking run, acting brand new、 はい、ありがとうございます。これをじゃあ皆さん、あのぜひクラブで実践してみてください。はい、はい、今日はちょっとキラキラした、はい、ね、俺も若いちょっと、はい、心がちょっと若返った気がしますね、今。若い成分を吸収していかないと。吸収した気がはい。はい。よろしくお願いいたします。今日の曲も概要欄にリンク貼っておきますので、チェックしてください。はい。皆さん、チャンネル登録、それから通知ボタンのオンも、こちらの方からぜひお願いします。お願いします。はい。またお会いしましょう。Peace。